よろしくお願いします。幹事社の産経新聞です。これから知事定例会見を始めます。終了時刻は14時45分を予定しております。ご協力をお願いします。まず知事から発表があるということですので、よろしくお願いいたします。はい、今日は発表3点、ありまして、1点目ですけれども、アメリカにおける、トップセールスの結果についてということになります。7月25日から8月1日まで、シリコンバレーに、行ってまいりまして、ベンチ監視部知事会議に参加をするとともに、県内企業と一緒に、その現地の企業を訪問をいたしました。そこで、ビジネスネットワークの形成、などですね、アメリカでの事業展開に向けた取り組みの支援を行ってきたところであります。米日カウンシル知事会議では6県の知事ですね、広島入れて6県、静岡、岡山、福岡、佐賀、大分ですけれども、各知事と一緒にパネルディスカッションに参加をして、現地の企業関係者や現地で活躍されている日系人の皆さんに対して、本県の産業集積であるとかイノベーションへの取り組みなど、優れたビジネス環境であるとか県内企業の高い技術力をアピールをしてきました。また情報交換会や企業訪問の際には、現地の企業関係者に対しまして、県内企業の米国でのビジネス展開に対する支援や人材育成に対する協力を要請をしたところであります。それで実はというかですね、日本から6県の知事が、同時に渡米をしまして、企業の海外展開を支援すると、現地と経済交流を図るということは初めてでありまして、現地の経済界の方々もたくさんご参加をいただきましてですね、非常に関心は高かったかなというふうに感じました。で、県内企業の参加された皆様の方からは、現地企業から現地のカスタマイズであるとかプロモーションの提案を受けたりとか、製品に興味を持った現地企業と今後のビジネスに向けた情報交換を進めていくこととしたであるとか、シリコンバレーで相談できる人脈の形成ができたであるとか、あるいは今後の製品開発のヒントになったといったような形でですね、具体的なビジネスからその今後のなんていうか、刺激というところまで、幅広いこの良かったという声をいただいたかなと思っております。また今後広島において、より具体的な情報交換を検討したいという現地の企業も、あったので、ゼトロ等の、関係機関と連携をしまして、本県での事業展開に意欲を有する米国企業に対しまして、県内企業とビジネスマッチングへの参加を呼びかけてみたいというふうに考えているところです。で、合わせて、マイクロンテクノロジーですね、ルピーターを親会社ですけれども、アイダホ州に本拠を置いてまして、旧エルピーターですね、DRAM 工場、東広島の DRAM 工場に関して、今後、同社との関係の維持強化を図っていこうということを確認をして、参りました。アイダホ州の副知事とも会いをしてですね、ある意味競争するところはあるんですけど、どこに投資するのかっていうですね、でもマイクロンが円滑な事業展開をやるというのが両県州にとって重要だよねという確認をしてきたところであります。それから2点目、中国横断自動車道尾道松江線の愛称募集についてであります。尾道松江線、今年度中に全線開通いたしますけれども、認知度の向上やさらなる利用促進を図ると、で、そういったことを通じて、沿線地域を活性化させていくというために、この度、沿線市長と一体で、愛称を募集するということを始めたいと思います。で、これはですね、取り組みとしては沿線市長等で設立をした
建設促進規制同盟会の主催ということで、広島県と島根県が共催という形で行うというものでありまして、全国から愛称を募集をしたいと思っております。で、最優秀賞として採用された作品というかですね、名前については道路の愛称として広く親しんで、いただくようにですね、長く残るように市長と連携をして積極的に PR をしていきたいと、しまなみ海道みたいなものですよね、したいと思ってます。で、採用分には、商品をご用意しております。旅行券と特産品ということであります。で、12月に発表をしたいと思っております。で、できるだけ多くの皆様ご応募いただきたいと思ってますので、これは全国にですね、実は流れるようにニュースを出してあげるとありがたいなと思っております。それから、3点目、イクメン企業同盟の活動状況についてでありますが、今年3月25日にですね、イクメン企業同盟結成をいたしました。イクメンを応援する企業経営者で、結成をしたわけですけども、いろんな活動をそれからやってるんですが、各この経営者の皆さんですね、やっぱりですね、経営トップの皆さんというのはもうやり始めると止まらないようなところがあってですね、一生懸命頑張って他の経営者に向けて、非常にこの熱くですね、この活動していただいております。で、今メンバーは少し増えまして、当初20でスタートしましたけれども、現在28人になっております。で、具体的にはですね、名刺とかこのピンパッチですね、これを、使って、同盟を PR していただいたりとか、経営者の集まりなんかでですね、キャラバン的にこのちょっとご紹介をいただいたりとか、6月に Facebook を立ち上げてますけれども、そこを通じた情報発信などをやってます。で、実はそれを何でわざわざ言ってるのかっていう話なんですが、今日、改めてですね、ホームページを、ウェブを開設したいと、思います。で、このメンバーがですね、この出演をして、プロモーションビデオも、作ってますんで、ちょっと一部をですね、ご紹介をしたいなと。これちょっとラップトップちっちゃい、ちっちゃいのでね、画面が見えるかな。これが分かる人は年代が分かるのかな。若い人には分からないかもしれませんが、我々には馴染みのですね、分かる方とか言って、分からないよっていう局が違うんで手を挙げられませんのでそういう方もおられるかもしれませんけどすいません。こういうものをですね、ウェブでもアップしておりますので、同盟をさらに普及をしていくということで、10月19日、父さん育児の日父さん育児の日10月19日、この日にですね、広島イクメンサミット2024を開催をいたします。で、今日から参加者の受付を開始したいと思っておりますので、ぜひですね、経営者の皆さんや人事労務のご担当の方にご参加をいただきたいと思っています。で、内容としては、企業の男性育児参画の取り組みの必要性であるとか、あるいは講演や、それについての講演やパネルディスカッションを行うということにしております。ぜひですね、これをきっかけにまた同盟にも参加をしていただきたいと思ってますけども、いずれにしてもこういった活動を通じまして、男性も育児に積極的に参加をする企業が増えて
れていくと、まあ、それがですね、職場の変化になって、でこの職場の変化っていうのが女性の働きやすさであるとか、まあ、男性の働き方自身のですね、変化ということになって、まあ、社会全体で、子育てが進んで、それが少子化解消につながっていくということになってまいりますので、ぜひですね、またこれも広めていきたいと思っております。私からの発表は以上です。ちなみにこれ著作権許可取ったよね。はい。この3件について、はい、ごめんなさい。それでですね、ちょっともう一点、発表項目じゃないんですけど、申し訳ありません。台風11号の接近がありますので、ちょっとコメントをさせていただきたいと思います。今日ですね、ご覧の通り、広島市では比較的いい天気になってまして、たんですが、まあ、この雨は5日間これまで降り続いてまして、まあ、県内では特に土壌雨量が高いところもあります。で今週末には台風11号の接近が予想されてまして、で、まあ、今回の大雨の影響で、まあ、雨が少し降ってもですね、土砂災害が起こる可能性が高くなっている地域があります。まあ、そういう意味で、今後の台風情報であるとか、あるいは降雨、また風、こういった情報と、まあ、それから、まあ、実際に、その降ったりしてきた時にはですね、注意をいただきたいというふうに思っております。台風が接近するにあたりましては、土砂災害であるとか浸水の危険性がある場所にお住まいの方は早めに避難をしていただきたいと思いますし、特に風が強くなったりした場合にはですね、不要不急の外出は控えていただきたいというふうに思っております。これから週末にかけてありますので、ぜひこれは皆さん注意喚起お願いできればというふうに思っております。以上です。では知事から発表のありました件について、質問があるメディアは挙手をして社名を名乗ってから質問をお願いいたします。